五黄金陰本、源氏物語系図は、古系図に分類される、源氏物語系図の一つ。南北朝時代の北朝第四代天皇建徳2年、王安4年3月23日である、五光金天皇文中3年、王安7年1月29日の、新筆とされているためにこの名称で呼ばれている。加賀藩前竹久蔵、元御子教閣文古肖像である。 本固形図の系譜部分に収録されている人物の数は二百三十五人と多くの固形図の中でも最大級のものであり、この点から本形図を見ると最も過失増歩された罰流にあると位置づけられる。その一方で人物故障などについてみると本形図で使用されている人物故障は大部分が増歩本形図の代表的な形図とされるためうじ本、固形図と同じであるが、 浮船を、故郷リルル姫君と呼ぶなど、ため氏本よりは最も原初的形態を示すとされる球場下本系統に、限って見られる故障がしばしば見られるという複雑な性格を持っている。なお、本系図がその奥書きにおいて、藤原定家の整えたとされる系図を書者したものである、とされている点についてみると、 池田機関は今後本系統の代表的な古形図であるとした、昇華本古形図もその奥書きにおいて、藤原定家の家に伝わる系図を重要視して複数の系図を競合して成立したとされている。ことから、両者の内容の違いが問題となるが、この両系図は様々な点において大きく異なっており、この両者の定下本に由来するとする奥書きの記述が、 どの程度事実に基づくものであるのかが問題となる。本経図の奥書きには、という、言語を2年11月2日に、藤原定家が作成した経図を県中納言である、藤原阿村であると考えられるが書写し、それを、さらに演文3年8月5日に前、美修士士大阿村なる人物が書写したとの記述があるが、本書を伝えてきた前だけでは、この大阿村が、 五皇雲天皇の歌唱であるとして、皇所にもともと筆者縁と記されていたものを線で消して五皇五院親筆と記している。本古形図の系譜部分に収録されている人物の数は235人である。この系譜部分に収録されている人物の数を様々な古形図について調べ、人数順に並べてみると以下のようになる。この人数を ときわいかずが唱えた、系図に収録されている、系譜部分の人数が少ないほど古く、原型に近いものであるとする法則に当てはめると、このため、定本系図は、増歩本系統の代表的な伝本であるためうじ本、古系図の177人よりも、はるかに多く、さらには、根性本系統の代表的な伝本とされる、昇華本の210人から214人よりもさらに、多い。 現存する、書伝本の中では最も増補され発展した形態に属すると位置づけることができるものである。また、系譜の後に列挙される、不入系譜などと称される系譜の不明な人物の数についてもとなっており、不入系譜部分に掲載された人物のみの人数では、消化本を下回るものの、系譜部分に記された人物の数と、不入系譜の人数を合わせた全体の人物の数に、 ついては、この国行言陰本が固形図書本の中でも最大級のものである。ありがとうございます。